guys, welcome back to another video. Today we're going to be moving on in the Archon quest and actually getting, I'd say, most of it done today. First we're going to go to the Dawn Winery and talk to Diluc. But earlier today I was playing a Stardust chest up here on top of this stone, so I think I want to get that first before we move on with anything else. こいつはどうだ？Here we go. Let's go up here and collect this chest. きちんとしまっておこう。Didn't give much, but I'll take it. Do you guys have any idea what these are? I don't know what they are, because I've never seen them in the game before, or what they do. これでいいだろう。アビス教団。人類を目の敵にする怪物たち。地下の情報網でも、奴らの情報は滅多につかめない。少し面倒だったが、なんとか手がかりを手に入れた。もう手がかりをつかめたのかい？さすが顔の広いディルックだね。そういえばさ、風神バルバトス様はなんで人間の力を借りてるんだ？どう説明したらいいかな。人々の言う七神、その本質は俗世の七神聖というべきなんだ。俗世を七つに分け、それぞれが治める。それが僕たち神としての責務。神の責務を果たすことで神の力を蓄える。だけど僕は統治とか嫌なんだ。モンドの人々もそういうの好まないと思うし。君たちが王のいない自由な城を作ればいい。バルバトス様の理念を私たちはちゃんと覚えている。神団長ってば信仰深い。単に誰かさんが自由すぎて仕事をサボっていただけとか考えないんだ。コホン。とにかくこんなに長くモンドに戻ってなかった僕のことだ。今の僕は紛れもなく七神の中でも最弱だよ。そんなに褒めないでよ。はあ、こんな風神様がいるとは。いいんだか悪いんだか。七国と七神の話はさておき、まずは人類共通の敵について話そう。今回調べたアビスの魔術師の痕跡はワイナリーのすぐ近くにあった。そいつを取り逃してはいけない。I guess off we go into Act 3. We got this. Defeat the assailants. Where are they? All over here. Let's teleport. We got this, I believe. First, I want to get these out. Oh boy. Oh, you got water? I'll just electrocute you then. Oh, I need to defeat you first. You're annoying. Excuse me. おとなしくしやがれ。Fire would be a good idea. Yep, there we go. Good idea. And there we go.これはアビスの魔術師を倒した後、何かエネルギーが散らばった。
このエネルギーは僕とトワリンのつながりを根絶させるためのものみたいだ。風流廃墟を知っているか。そう、でもジン団長とディルックなら知ってると思うんだ。今のトワリンはその廃墟を巣にしている。モンドの周りを封鎖する暴風のように、廃墟の入り口にも特殊な障壁があるんだ。でも今アビスの魔術師から散ったエネルギーを使うことで、魔力の織りなす隠律を僕は読み取ることができる。その隠律はヒルチャールの合唱より耳障りだけど、それでも暴風の障壁を突破して風流廃墟の内部に行くには十分だ。つまりトワリンに正面から挑むのか。僕はいろんないが、戦いを回避したいと言っているのはジンだ。いや、選択肢がない以上私がその責任を背負う。もしトワリンの討伐が唯一の救いの道であるなら、私が先陣を切る騎士となろう。大丈夫、まだその段階までは行ってないよ。うん、ウェンティ殿、それはつまり天空のライアーは切り札じゃないってことさ。本当の切り札は旅人だよ。旅人が？そうだよ。でも君はもっと貴重な能力を持っているんだ。涙の結晶にあった不純物とトワリンを取り巻く呪いは同じ類の邪悪なる力だ。だからさ、原油野郎、それは危ないだろう。トワリンが激怒した時のことを思い出してみろ。動く前にトワリンに食われるぞ。ふん、面白い計画だ。やってみる価値はある。私も共に行くぞ、栄誉騎士。敵はアビスの怪物と竜。威圧感がすごそうだな。人間にだって人間の本気がある。さあ行こう。よし、英雄の紙片もいよいよ決戦のショーだ。I guess off we go now. I'm fine. Wait, what? When the trail goes cold. Oh boy, we'll get that done after. But right now our focus... Oh, look at all these domains unlocked. We can go to them now. But anyways, our main focus is getting... Oh boy. Didn't know he was here. Ow. I wish I could do more damage, and I know the only way to do that is by upgrading my artifacts, but I don't want to do that yet until I get to level 70. Where I know for sure I'll have better artifacts than the ones I have right now. Something here. この世界も私に答えているの。これ、お前って、勝手。
everything I can on the way there. Knew it. You wouldn't put that there for no reason. Got it. Is there anything up here, maybe? Oh, there is something down here, though. Nice. let's get a move on. She got a bolt through to all the enemies here. Oh, that crit was huge. I'll get hit by that. Nice. Got some more words from that. Oh boy. Excuse me. これに巻き込まれたら怪我じゃ済まないぞ。僕に任せて。今は普通のライアーしかないけど、これくらいの風の障壁なら天空を使うまでもないって。ん、何あれ。 Oh, we got enemies already. 敵襲だ。全員戦闘準備。ああ、演奏の前にまずはお掃除からだね。普通こういう雑用は詩人がやることじゃないんだけど。しかしどういうことだ。風流廃墟の周りにヒルチャールの巣などなかったはずだ。ヒルチャール、普通は元素濃度の高いエリアでしか活動しないんだけど、ここにいたら体への負担が大きいはずなのに。アビス教団が裏で手を回したんだろう。しかし僕たちがここに来ることに確証はなかったはずだ。僕たちの行動を阻止するため、おそらく教団はあちこちに兵を投下している。じゃ早速。今回の観客は風だけだし、弦を弾くスピードを速めてもいいよね。あ、本当に進めるようになった。お前もたまには役に立つんだな、吟遊野郎。ここからが本当の風流廃墟だ。みんな気をつけてくれ。Here we go. Let's get a move on. Oh, there's a chest up there. Can I get it? Hmm.
know if I'm climbing this wall, maybe. Oh, I see. It's right there. I can't get it from here, so... Let's just get this Storm Terror thing done. So the barriers can drop. There's gotta be something over here. Or not. Oh, teleport point. Let's get that unlocked. Excuse me. ここが風流廃墟の正門だな。オイラたちにとっては巨大だけど、タワリンみたいな大きな体でどうやって巣まで戻るんだろうな。人みたいに歩くのではなく、彼は飛べるからね。お前、そういうことにしておこう。行き止まりだな。行き止まりだね。なあ、あそこの屋根、でっかい穴が開いてないか？うん、あそこの雰囲気は利用できるかもしれない。うん、回り道になるけど、行こう。うん、回り道になるけど行こう。 Interesting. この廃墟にアビスの魔術師が隠れてたりしないよな。もし出くわしたら、そこは勝ったことのあるディルックの旦那に。相手を甘く見ない方がいい。あ、いや、これは別に自分の腕を自慢したいわけじゃない。あいつらには予想外の手が残されているかもしれないという意味だ。そうだね。だから僕も君たちと共に行動すると決めたよ。君たちの安全のためにもね。はあ、僕ってば本当真面目すぎ。詩人には向いてないよ。竜の涙探しには全然参加しなかった上、ずっと酒場にこもって酒を飲んでたくせに。どこが真面目なんだよ。嘘つくな。旅の収穫だね。Excuse me. Let's make it past these spikes. Oh, he's not done yet. Yeah!
Oop. I fell this way. この世界も私に答えているの。Sorry, I had to sneeze there. Hola! Asoko, mite miro! Fuiki ga aru! Ue mada ikeru kamoshirenai na. There we go. All the, teleport points.What is that down there? Oh! Oh no. Oh. Statue? Okay. これ以上はいけないね。この遺跡には古い封印が施されているみたいだ。これもトワリンの仕業か？違うよ。この廃墟は古代都市で、トワリンが一時的に身を置いてるに過ぎない。廃墟自体、四風守護の時代よりもずっと古いものなんだ。モンドは王のいない都市だったけど、モンドができる前はある暴君がここを統治していたんだ。うん、機会があったら君たちにもその物語を聞かせるよ。僕の知る考古学の知識からすると、動向装置が鍵になるはずだ。散らばった全てのパーツを元に戻せば同行の儀式を完了できるだろう。見たところ同行の儀式が行える状態までそうかけ離れてはいないようだ。まずはパーツを設置してまた様子を見てみよう。Interesting. Teleport point. Ooh, chess.この世界も私に答えているの。装置の解除方法は合ってるみたいだね。この塔にはまだ3つの光の輪がある。つまりあと3つ動向装置を探さないと全ての封印は解除できないということか。ここから1つは見えるが、残りはきっと廃墟の内部、この塔を中心に分布しているはずだ。探そう。こんな装置と封印だらけのところに住んでて、トワリンは面倒じゃないのか？人みたいに歩くのではなく、彼は飛べるからね。お前、そういうことにしとこう。Alright, I guess let's go get them. But while we're at it, I think we can get the teleport points. Convenient.
Oh boy, I'm out of stamina. この瞳孔装置って本当にすごいんだな。塔にある3つの光の輪の1つが地面になったな。早く次の装置を探そうぜ。Sorry, I'm just not feeling that well. We got him. What are next ones? There's one right there. And one in there. Do a little bit of parkour to get this one. Excuse me.
exactly do I deliver these to? I've collected them, but where do I put them? Over there. It's kind of like a cool effect. I like it. Oh shoot, there's a tornado. Get out the way. I guess I can get this while I'm here. In here? この世界も私に答えているの? I didn't know. Let's go get the other ones. Wait, what? No.おとなしくしやがる。それ。逃がさないわよ。こいつはどうだ。この全てが終わったら今日の出来事を歌にしようと思う。うん、
っとこの歌はバネッサの物語のようにモンドの人々にずっと歌われるだろうね。あの歌は私も幼い頃から大好きだ。では栄誉騎士、今日の調子はどうだ？私は最高の状態を整えてきた。きっとみんなの力になれるはずだ。そういえばディルックの旦那も最後までついてきてくれたな。最初は巻き込まれただけの部外者？秘密を共有してくれた君たちに僕は信頼を返しただけだ。自由だよ。自由？君たちがモンドに来た時、モンドは自由の都だって誰かに言われなかった？あの子も自由人だよね。モンドは王の統治がないロマンの城。そしてモンドの人々は七国で最も自由な民だ。だからかつてモンドを守った竜もそうであってほしい。この都市が君を裏切ったと彼を騙そうとする人がいちゃいけない。彼にこの都市を守ることが君の永遠の義務だとそう強いる人もいちゃいけないんだ。彼には自由に生き方を選べる権利があるはずだ。ベンティ、では旅人、モンド千年の風が君と共にあらんことを。僕は前回と同じように君に風元素の力を導くよ。なるほどな、道理で知ってる声だったんだ。 Off we go, I guess. Here we are, reaching the climax of the Mondstadt story arc. Look, Towarin's body has two places of light. That's where the wound is fastened. It's a poison. The Abyss Guild put a curse on the wound and destroyed Towarin's spirit. To help Towarin, we must clean the blood-red blood vessels first.光っている箇所を狙って破壊しよう。Oh man, I can't aim.トワリンは距離を取った。でも彼の考えは読めているから、もう少し我慢して。ああ。Oh gosh, it's like a Toho game right now. その魔弾から純粋な風元素を抽出して凝固させたんだ。それらを砕くと加速の輪が形成される。ただ現れる位置はコントロールできないから君がちゃんと見極めてね。Ow. Ah! Ah! Oh, I can't dodge.What? There's more. Come on. Wake up. Wake up. I just gotta keep my reticle in the zone.
No hit. Oh, it's like an aiming. No, get back here. No, not this stuff again. I was so close. Ow. Do those actually do damage to me? Just asking. Am I dodging them for no- Yes, yes they do. Yes, they do. They do damage. Oh, where's the next one? Come on. There it is. Come on, go. Go faster, dude. Oh, I dodged that. Oh, jeez, man. Get me out of here. No, not again. No, I missed it. Fuck. Ow. Can I shoot these? You can't shoot these. You have to dodge them like a total. Ah. One more. Where is it? Come on, Devalin. Oh boy. Come on, we got this. これでトワリンと対等に戦える。世界一の詩人も加勢するからね。でも、一つだけ言っておく。トワリンの牙と爪はかなり鋭い。数百年手入れされていなくても、危険だから注意して。Ow! たっ、たっ、ふっ、足元に気をつけて。Yes. 狙いは首の汚れた血の塊だよ。一緒に遊ぼう。はっ。おとなしくしやがる。ふっ。はっ。せ、百発百中。すまんすまん。しびれさせちゃう。No. God damn it. お。あ。必殺技終点のフィナーレだ。トワリンのネーミングセンスって変わってるな。今僕がつけたんだ。おい、まあとにかく封印を使って足場のひびを回避しよう。ひびから湧いてくるエネルギーはとても熱いから気をつけてね。Injured. There we go. 狙いは首の汚れた血の塊だよ。
Come on. There we go. わけでもない。 神に命じられた自由はある意味不自由だろう。これは風神眷属の力か。しかし我はもう四風守護ではない。肩書きがなくても君は僕たちを守ってくれたじゃないか。これからは僕の祝福とともにもっと自由に飛ぶといい。モンドの流災はこれで一件落着だ。私は騎士団を代表して市民たちの誤解を解き、事件が解決したことを知らせる。しかし風魔竜が前触れもなくモンドを襲い、その後行方をくらませたことはきっと市民たちの心に多くの疑問と不安を残すだろう。ううん、大丈夫。風向きは変わるものだからね。いつかそれも光さす方へと吹いてくれるはずだよ。やっと栄誉騎士の凱旋だね。ひひ、こいつと一緒にトワリンとじゃれ合ってきたぜ。でも昨日帰ってくるはずじゃなかったの？ジンさんが一足先に帰ってきてあんたたちの活躍をみんなに話してくれたよ。ああ、いつか私もそんな大舞台に立てたらいいな。ううん、今回の件が無事片付いたのはあんたたちの頑張りがあったからだよ。最初にあんたたちをモンドに連れてきたのも偵察騎士としての仕事を果たしただけだもの。ふふん、礼なんていらないぞ。そういえばアンバーはここでオイラたちを待ってくれてたのか？今回の任務は遠征とはまた違ってて、そう余裕はないんだ。ほら、今は後片付けをしているとこ。後片付け？モンドに何かあったのか？うん、ジンさんがいない間に近くの魔物たちが総攻撃を仕掛けてきたの。幸い前々からヒルチャールの動向は探ってたし、奴らの拠点がモンドに近づいてきていることには気づいてたからよかったけど。あ、覚えてるぞ。アンバーと初めて会った時もヒルチャールの巣を片付けてたよな。そうそう、ああいった準備を怠ってたら今頃モンドは危なかったかもね。うん、でもなんだかおかしいんだよね。ヒルチャールに総攻撃を仕掛けるような指揮能力はないはずなのに。だから今回の件はアビス教団が裏で糸を引いてると思うの。あいつらがヒルチャールを操ったってことか？じゃあもしトワリンを助けてなかったら、そのヒルチャールみたいに操られて。もしかしたらね。偵察騎士として今後はアビス教団の動向にも注意しなくちゃ。あー、ごめんね、せっかく帰ってきたのにまたこんな話しちゃって。そうだ、
人参とお肉のハニーソテーをご馳走するって約束してたよね。今まで流災のせいで行けなかったし、今回の勝利をお祝いしておごってあげる。やったー、アンバーが忘れててもオイラは忘れてなかったけどな。私も人参とお肉のハニーソテーを久しく食べられていないんだ。鹿狩りで待ってて、ここの片付けが終わったらすぐ行くから。 Wow, so he really chose attack. Attack of the Hilly Churros. ついに来た。盛り上がってきたぞ。危機よ、災難よ、冒険よ、熱血よ。冒険者協会はとうとう猫や犬探しといった低俗な依頼とおさらばだ。新たな冒険時代がやってくる。若者よ、さあ冒険者協会に入ろう。こんな時こそ流災を沈め、モンドを救うんだ。ん？なんだと？流災が終結した？代理団長の演説を聞いていなかったのか？だと？うん、馬竜よ、なぜもう少し耐えてくれなかった？我々の出番がまだだというのに。ありがとうな。やっと一件落着だ。流災の影響でいくつかの輸送ルートが封鎖されてね。食料や果物ならまだしも、お酒まで品切れになったらそれこそおしまいだ。お酒を飲めない日々なんて想像もできない。あ、早く輸送ルートが復活してくれることを祈るよ。あれが四風守護の一柱、トワリン様だったなんて。モンドの人々は過去のトワリン様の犠牲を忘れるべきではありません。不幸中の幸いですが、私たちと東風の竜トワリン様の関係はまだ修復できるレベルのものです。今回はあなたたちのおかげで助かりました。それにジン団長も本当に信仰に熱い人たちですね。セピロス騎士団がいてくれれば、これから先もモンドは平和と自由を享受できるでしょう。いらっしゃい。お客さん、ご注文は何にしますか？はあ、釣れないな。親友の俺を無視する気か？実力だけじゃなく、騎士としての美徳、ユーモアも兼ね備えてるようだ。モンドの新たな英雄が目の前にいると思うと、騎士として心が震え立つもんがあるな。ガイアがまた適当に褒めてる。俺が言ったことは本心だぜ。頭ん中を整理したくてな、静かな場所を探してたんだ。他の騎士は後片付けしてるっていうのに。考えるっていうのも大変な仕事だ。むしろ戦場の後片付けの方が楽だと思うぜ。ふーん、その考え事って？アビス教団のことだよ。流災でジンがモンドにいなかった間、アビス教団にとっては絶好のチャンスだった。もしお前がアビス教団のものなら、こんな絶好のチャンスにヒルチャールだけを送り込むか？真相を見極めるため俺は待つことにしたんだ。奴らの次の行動をな。それにお前たちが風流廃墟で激しい戦いを繰り広げている間、モンドの城門でヒルチャールの叫び声を聞いてな、城内に不審者がいたんだよ。モンドの城内にか？
ああ、他の騎士が城の外で戦っていれば、城内の守りは必然的に手薄になるだろう。だから城に残っていた俺はアビス教団の侵入者とちょっとばかしやり合ってな。あの手この手で情報を聞かせてもらった。その情報っていうのが、そいつらアビス教団を裏で統治する者のことだった。アビス教団を統治？トワリンをあんな風に戦いの道具とさせたのも、その統治者の仕業だ。あの手この手って、どんなことして情報を聞き出したんだ？そこは俺の天才的な話術によるものだと思っておいてくれ。その統治者はアビス教団の魔物に王子様と呼ばれている。まあ情報共有はここまでにしておこう。アンバーがこっちに向かってきてる。一緒に戦わなかったことを怒ってるんだろうな。じゃあお先に失礼するぜ。ガイア先輩に逃げられた。やっぱ後ろめたいんだ。そうなの？あの話術に騙されたんじゃない？まああの人のことは置いといて。もうクタクタ、お腹もペコペコだよ。先に注文させてもらうね。サラさん、人参とお肉のハニーソテーちょうだい。流祭も落ち着いたけど、あんたたちはこれからどうするの？多分モンドを離れて七国を旅しながら彼女の家族の手がかりを探すかな。そっか、じゃあしばらく会えなくなるんだね。大丈夫、どこだろうとも風が届く場所であれば、あんたはセピロス騎士団の戦友であり栄誉騎士だから。うん、モンドはいつでも歓迎するよ。早く食べようか、じゃないとお肉が冷めちゃう。おいしい。さすがアンバーがおすすめするだけあって期待通りだな。当然だよ、料理の腕にはあまり自信ないけど舌に自信はあるからね。あ、そうだ、伝え忘れるとこだった。ジンさんが大聖堂で待ってるって、天空のライアーのことみたい。早く行った方がいいかも。Off we go. Remember what happens next. こちらは教会から天空のライアーを回収しに来た祈祷牧師のバーバラだ。風神のご加護があらんこと。代理団長と比べてそういう言葉を口にする資格はないかもしれないけど、皆さん